首位攻防3連戦第1ラウンド先発は安楽でした。今シーズンのホームでの登板は初めてという安楽、立ち上がりをご覧いただいています。ランナーを1人出しましたけれども、ここは最後は長谷川を三振、ランナーを2人出しましたけれどもゼロで終えた安楽です。ホークス先発東浜です。その東浜の立ち上がり、先頭バッターの島内が初球を捉えてライトへのヒット、ペゲーロ三振に倒れますけれども、今日3番に入っている岡島もヒットで、これでワンアウトランナー二塁一塁で4番のウィーラー、ウィーラーはフルカウント、ファウルで粘って9球目でした。これが今シーズンの第15号スリーランホームランで、先にイーグルスが3点を取りました。先制点をもらった安楽です。2回です。この回先頭バッターの松田、この当たりがあと少しでホームランというセンターオーバーのスリーベースになりました。ノーアウトランナー三塁、明石のところ内野は前進守備は取らず、これ明石セカンドゴロの間に三塁ランナー松田が入って1点を返します。3回です。イーグルス、この回はこの人に一発が出ました。2番のペゲーロ、今シーズンの第18号ソロホームランで4対1と3点リードと変わります。さあリードして安楽5回です。この回ランナーを1人置いて3番の柳田、これがリーグ単独トップになります20号ツーランホームランでホークス1点差追い上げます。これで安楽1点差とされますけれども、その後長谷川そして松田と三振、勝ち投手の権利を持ってこの回でマウンドを降ります。6回は高梨がマウンドに上がって、そして7回は福山ということになりました。その福山、今日はランナーを2人出しましたけれども、最後は松田をサードゴロ、今日もゼロで終えました。そして8回パーマンがスコアリングポジションにランナーを背負いましたけれども、最後は中村晃を打ち取りました。そして1点リード、最後は松井裕樹がマウンドに上がります。先頭バッターの今宮を打ち取って、そして柳田フォアボールでワンアウトランナー一塁というところ、4番のデスパイネライトフライで打ち取ってツーアウト。工藤監督の方はここで今日スタメンから外れた内川を代打で持ってきましたけれども、最後は内川ライトフライに倒れてゲームセット。これで安楽今シーズンの8勝、最後は松井裕樹が締めた大事な首位攻防3連戦の第1ラウンド、カードの頭はイーグルスが取ったという今日のゲームでした。